はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。奴隷のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、4時間足ボリンジャーバンド、売りバリアス発生一目金5票、トレンドレス。はい、ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、4時間足別、上値の重い展開と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい。四次関市ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線真横を向いております。四時間足ボリンジャーバンド、明確なトレンドは出ておりません。はい。そんな中、ローソク化者といいますと、サポートラインとしてワークしておりました21本移動平均線下抜けして推移ということで、四時間足ボリンジャーバンド、明確なトレンドは出ておりませんが、売りバイアス発生ということです。はい。四次関市ストキャスティックス、売りシグナルが点灯しております。はい。こちら、四時間足の一目均衡表です。トレンドレスということです。 はい。それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは138円の50レベル。138円の50レベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは140円ちょうどレベル。140円ちょうどレベルと考えております。 はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと、通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨1 6と以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、ドル円本日、ニューヨーク市場の予想レンジです。138円の50レベルが140円ちょうどレベル、138円の50レベルが140円ちょうどレベルということです。はい、ポイントです。米金利低下、上値、重し、138円台突入ということで、はい、チャート形状的に見ますと、4時間足ボリンジャーバンド、売り場冷やさ、スてイチモットレンドです。 ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、ドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えております。ドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えております。本日ニューヨーク時間重要な経済指標、要人発言ありません。米金利… あとは株価動向を見ながらの推移が予想されております。お取引をされる際には十分ご注意ください。最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。